俺悪いのかな、体が。みんなこんな痛がるんですか。人によって全然痛がらない方もいます。ちょっと始まりそうですよ。慣れが真っ白になりますね。包帯が来たんだ、包帯来るよ。包帯これ今一番面白いところだから。ほら見てみて、面白い。ほら今一番面白い。それで引き締めるわけだ。あ、結構引き締めに引き締め。あ、これちょっとこう頭蓋骨矯正されてるような感じがある。あ、もう締まってる感じ。締まってる感じがある。あ、ひまさん顔がちっちゃくなってた。あら。これでもずっとしているんでしょ。どれぐらい時間なんだろうね、まあ、知らないですけどね。何分ぐらいやるもんなんですか、通常は。本来は全身。通常は全身で、うん、1時間。なるほど。でも結構1時間やる。やるんだ。いや。あ、でです。これ、いじ…それの顔ちっちゃくなりましたね。ねえ、日村さんの必要な部品ってそんなに近場に集まってたの。もっと広いから。本当だね。うん。ああ。オッケー。お、なんか日村さんすごい丸い一個の塊に近づきつつある。あれ。ちょっとこれゴムっぽいみたいな。うん。目はこういう目をしないとダメなの。金向けて。怖いわ。ちょっと日村さん嘘でしょ、やばい感じ。つかお腹が傷だらけだけど大丈夫、これまた別の仕事なんだ。なるほど、オッケー。あ、こっちが気持ちいいわ。あ、足の甲気持ちいい。本当はね、飲み、わあ、もう硬いですね。硬いです。硬いんだよね。これって痛くない？あ、ちょっと痛い。あ、すごくタイトよ。太ってない、絶対に。え？太ってないよ。これなんで太ってるじゃないですか。太ってるんじゃないの、パンパンなの。Feel him。な、もうよく触ってますよ、パンパンなの。本当に太ってない。なきゃいけないの。え、なんかじゃあうんこがパンパンに詰まってるってこと。どういうこと、太ってないって。ああ、突然。突然。日村さんちょっと前にトゲトゲのものを持ち上げる仕事したから腹に傷がついた。すぐ痛い？で、気持ちがいいです。気持ちがいい？あれ、先生なんか手に持ってやってるんですかそれ？あ、the same thing。あ、同じやつだ。いや。これ本当は全部寝ながらやるんですよね。そうです。だから先生すいませんね、やりづらい、立ったまま。いや、大丈夫です。あ、気持ちいい。これノニですか、ノニ？なんか立ってやってると遊んでるみたいですね。何なんだ、ノニの香りがすごいね。わ、こっちすげえ軽くなった。こんなマッサージ初めてだね。まあ、本当は寝ながらやんだ。ね。なんか遊んでるみたい、ダンス踊ってる。そうそう。ああ。OK。The other side。はい。Are you okay? 今洋服買ってきたんですよ、下に。これ、ここの間とかがなんか痛いんですよね。これ、末梢なので一番詰まりやすいところなんですよね。ま、毛細血管が、それを開いていくものなので、すごく痛いかもしれない。腕にもついに包帯を巻き始めましたよ。何ですか？腕にもついに包帯を巻き始めましたよ。すごいね。左腕が包帯に巻かれてしまいました。あれ、うん、どうする、これ巻いたの取ったら日村さんがすっげえ細くなっちゃってさ。マッサージあるんだね。チューブトップみたいになっちゃいましたけどね。
気持ちいい。こっち側気持ちいいんだよな。なんだろうね、これ。時間が今、やばくて。うん、リハーサルの、次リハーサルなんですよ、ファイナンスの。うん。で、ほんと1時間待たなきゃいけないんですけど、うん、ちょっと一旦そのままリハーサルに。